アロハタンタンです。本日は日本の久留米で作られているアストリアスさんがかなり久しぶりに入ってまいりました。アストリアスさんといえばのソロウクレレの今回は皆さん大好きなハカランダが入ってまいりました。このソロウクレレですが、一般的なものでいうとソプラノのロングネックに近いと思います。ソプラノサイズのボディにほぼコンサートのスケールがついています。ソロウクレレという名前だけあってソロに特化してる感じですね。カッターウェイがついてハイフレットまでも手が届きやすいですし、ソプラノとはいえこの同圧な厚みのあるボディからなる深みのある音、そして一音一音スコーンと飛んでいく張りのあるサウンド、とてもお楽しみいただけると思います。ブラジリアンローズウッドが若干固めの木なので本当にパリッとしたサウンドがお楽しみいただけます。そして右手のピッキング次第では甘いサウンドもしっかりと出せます。私の個人的に好きなポイントとしてはこのコアのバインディングですね。暗めなんだけど色が締まる感じがします。これとても好きです。ネックはマホガニーですね。このソロウクレレ、アストリアスさんのウクレレはまたちょっとしばらくは作られないようなので、待っていたという方は次を、これを逃すとまた次が納期が決まっておりません。このソロウクレレはアストリアさんギターも作ってますので、ギター製造でこう培った中の構造ですね、ブレーシングの力木の入れ方、場所、サイズなども熟考して作られたこのソロウクレレです。お探しだった方、次は本当にいつか分かりません。かなり製造の数が絞られているモデルです。ソロウクレレのハカランダボディが入ってまいりました。このウクレレ待っていた、探していたという方は、ぜひお早めにお問い合わせ、ご注文をお待ちしております。それでは、タンタンでした。アフィホー。